こんにちは、サードラです。今回はモンスターハンターナウにおいて課金パックの表示誤りとそれに対する返金対応について発表されていますのでご紹介させていただこうかなと思います。早速内容を見ていくんですが、こちらですね、アプリ内ショップシーズン2応援パックの割引前の総額に誤りがあるっていうことで、今回ね、フォーラムが更新されていまして、詳細を見ていくんですが、シーズン2応援パックのアイテムを個別に購入した場合の割引前の総額のジェム数に誤りがありましたっていうことで、正しいのが5250ジェムで、誤っているのが5400ジェムっていうことで記載されています。まあ、これがどういうことかっていうと、こちらですね、もうゲーム内の方は修正されてしまっているので、僕のツイッターでね、投稿していたので、この画像を使ってお話をしていくんですが、これですね、運営さん、この課金パック消してる数字5400じゃなくて、5250じゃないですか、計算間違ってますよ、みたいなね、ツイートをさせていただいて、150ね、差があるので、大資料チケット1枚付け忘れてる可能性もね、あるかなって思って投稿したんですけど、内容っていうのがこちらですね、このシーズン2応援パックの割引前のジェム数の計算が誤っていて、これ5400じゃなくて、5250の数字がね、正しかったんですよね。たまたま課金パックのね、動画作るために計算してたら気づいたんですけども、これがしっかり5400から5250に今回修正されたっていう感じになります。で、それに対しての今回の対応なんですけども、まずゲーム内はね、修正されて5250にね、変わっているんですが、なお実際にシーズン2応援パックの交換に必要なジェム数は変更ございません。返品をご希望の方はアプリ内お問い合わせよりご連絡ください。ご迷惑をおかけし申し訳ございませんでしたっていうことで、結論としては表示がね、誤っていましたので、これに伴って、割引額がね、変わってくるんですよね。僕のこちらの動画でも割引額のお話をさせていただいていて、そちらに関してはもう正しい値をね、計算で出していたので、それを元にね、動画を作っているんですが、それに気づかずにね、割引額を誤って計算してしまっていた方に関しては、思っていた金額と違うということにもちろんなるので、返金対応しますよっていうのがあるので、それを希望している方はアプリ内のね、問い合わせより連絡してくださいねっていうのが発表されています。ご視聴ありがとうございました。これからもモンハンナウの動画上げていきますので、よろしければチャンネル登録、高評価、コメントくださると嬉しいです。バイバイ。